ウラジーミルアントーノビチイワシコは、ソビエト連邦の政治家。ミハイル・ゴルバチョフ時代末期のソ連共産党、副書記長、ウクライナ人。ウクライナソビエト社会主義共和国時代のポルタバに、生まれる。ハリコフ鉱山大学を卒業し、ドニエプロペトルフスク州党、第一書記、ウクライナ共産党、第一書記を歴任し、1990年6月。 ウクライナ最高会議議長に選出された。ウクライナでのイワシコは、レオニード・ブレジネフの名友で、ウクライナと第一初期として、長年ウクライナに君臨していた、ウラジーミル・シチェルビツキーの下で隣進し、地元では保守派とみなされていたが、党中央では、事故を左右に偏らない恩恵改革派のように、振る舞った。これがゴルバチョフに注目された。 1990年7月、第28回ソ連共産党大会でゴルバチョフは、初期調整を廃止し、党議長、副議長制を導入しようとしたが、保守派の抵抗で頓挫した。結局、この党大会では、初期長のもとに副初期長職が新設されることになり、ゴルバチョフは、イワシコを推薦し、他に保守派の領袖であった、エゴールリガチョフが立候補した。 投票の結果、イワシコがリガチョフを大差で破って当選した。これは、大議員たちが、リガチョフが副書記長に選出されることによって、改革派と保守派に、共産党が分裂することを懸念したためである。1991年8月のクーデターでは、副大統領ゲンナジー・ヤナーエフラの国家非常、自体委員会への指示は薄く、8月24日から8月29日まで、 イワシコはゴルバチョフに代わって初期長代行となるがクーデターは失敗。ソ連共産党中央委員会は解散し、イワシコも政治権力を失った。イワシコは1994年11月13日にモスクワで死去した。ありがとうございます。